はい、グッドイブニング、こんばんは、ミネットです。さて本日は12月30日ということで、僕がお世話になったね、おすすめの実況者さんを紹介していきたいなと思います。では行きましょう。まずね、一人目はやっぱりくるみだね。やっぱね、実況者を始めて分かったのがね、実況者って輪ができてるの。その輪っていうのはね、なかなか入りづらいものがあるんだけど、その輪にね、俺を入れてくれたのがくるみですね。主に飛び盛り動画とかスプラトゥーンの動画をねアップされている実況者さんなんですけど、めちゃくちゃ飛び盛り動画参考になります。飛び盛りユーザーの方必見なんでね、どうぞ。 Wii U とニューニンテンドー 3DS があると思うんですけど、今回はですね、その入手方法についてちょっとね私調べてみたので、皆さんにシェアしようかなと思います。危ない、よしやった。おくるみん、来年もよろしくな。2人目紹介させていただくのはまったりブランチさんです。ブランチはね、俺のチャンネル登録者数がだいたい10人ぐらいの時からね関わらせていただいてる実況者さんなんですけど、主にねイコとかワンダの巨像とか、あと最近ですとトリコとかね実況されている方なんですけどね、声がめちゃくちゃ可愛いドストライクです。ではどうぞ。はい、皆さんこんにちは、まったりブランチです。今回から新実況以降をプレイしていきたいと思います。あ、伸びしてた、かわいい。ブランチ、来年もよろしくな。では次、3人目紹介させていただくのはメグさんです。最近ね関わらせていただいてるんですけど、主にね飛び盛りの動画をアップされていらっしゃるんですけど、めちゃくちゃ参考になります。最近参考にさせていただいたのはお花の後輩講座という動画ですね。ではどうぞ。こんにちは、メグです。今回はお花の後輩講座ということで、お花の後輩についてお話ししていきたいと思います。ピンクのコスモスを咲かせたいので、まず真ん中に赤、真ん中に白でもいいです。で、周りにこうやって白っていう感じで5本を基準に並べていきます。いかがだったでしょうか。かなりね飛び盛り上級者の方でもね楽しめる動画をね作っていらっしゃいますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次行きましょう。4人目紹介させていただくのはさやかさんです。主にね飛び盛り動画とかスプラトゥーンの動画をアップされていらっしゃるんですけど、一番の魅力はやっぱりライブですね。レインボーシックスシージのライブをされていらっしゃるんですけどね、コメントもすぐ読んでいただけるし、とにかくね居心地のいいライブをね作っていらっしゃいます。どうぞ。皆さんこんにちは、さやかです。今日は、Nintendo 3DS のソフト飛び出せ動物の森アミーボプラスをやっていきたいと思います。あった雪玉、バランスがね、バランスが大事。あ、やば、ひっついちゃった。あ、ミネットさんこんばんは。さやかさん、年明けにはシージのコラボよろしくお願いいたします。では次行きましょう。5人目紹介させていただくのははやてさんです。主にねゼロとかスプラトゥーンの実況動画を上げていらっしゃるんですけど、とにかくね1本の動画にかける時間がすごい、編集の時間がものすごく凝っていて、見ていてね飽きない実況を作っていらっしゃいます。ではどうぞ。あれだからね、読み人とかも全部スルーしてきたからね、ほとんど最近やってなくてですね、最近の本当にラドーゼロしかやってなかったんです。ホラーゲーしかやってなかったんです。あとゲームもやらないんです。最近ですね本当に。土曜日にはねシムズ3のライブもされていらっしゃいます。では次行きましょう。次に紹介させていただくのはゲームスタートさんです。ゲームスタートさんはね4人で実況活動されているグループさんなんですけど、とにかくね編集技術もすごいし、字幕もねめちゃくちゃつけていて、ものすごくね見やすい動画になっています。どうぞ。ゲームスタートのフェイトです。同じくゲームスタートのはじめです。本日もレインボーシックスシージ、マルチプレイランクマッチの方をやっていきたいと思います。そうなんですが、ナイス、おー、ナイス、ラウンド2勝利。一人いる気がします。ここって本当戦場になりますよね。なりますよね。あー、惜しい。ゲームスタートさん、来年はコラボの方よろしくお願いいたします。では次、男性実況者さん行きましょう。まず1人目男性実況者さんで紹介させていただくのはジャイロはしごさんです。なんとねスプラトゥーンで S+99 のカンストリッターさんです。一度だけねライブにお邪魔させていただいたこともあるんですけどね、声がものすごくいいです。聞いてみてください。どうぞ。2つ目はこの白と灰色の間の線に合わせて大ジャンプですね、 X 長押しで
エイムがあります。2つ目はショートジャンプなんですけど、この上の黒い灰色の方と薄い灰色の方の間の線に合わせて X を軽く押してください。こんな感じですね。いかがだったでしょうか。はしごさん、またね、来年もよろしくお願いいたします。では次行きましょう。次に紹介させていただくのはジャスミンくんです。まだね、一度しかコラボしたことないんですけど、男性実況者さんの中でなぜか一番仲がいいですね。本職はツイッターらしいので、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。では動画の方どうぞ。ここいる、わーかーかーさーん。目隠ししてスプラトゥーンやったらどうなるのかっていうのをやっていこうと思います。不安すぎるんだけど。あ、インクランクあった。オッケー。さあ、どこ、ボムの音がした。そう、ボム投げよう。ちなみにね、この目隠しスプラトゥーンっていう動画ね、俺も撮ろうと思ってたんだけど、ジャスミンくんに先越されたんだよね。ジャスミンくん、来年もよろしく。では次行きましょう。次に紹介させていただく実況者さんはベイカワさんです。ベイカワさんとはね、だいたい僕のチャンネル登録者数が700人ぐらいの時からかな、交流させていただいてる実況者さんなんですけど、主にねソニックの動画とスプラトゥーンの動画をねメインにアップされていらっしゃいます。実況者スタイルとしてはね、ものすごく正統派実況者って感じですね。ではどうぞ。いいねっていう、そんな話でしょう。来いよー。避けていかないとね。避けていく。ということで、もう溶岩地帯に来ましたけど。よし。おっしゃ。ベイカーさん、来年もコラボいっぱい誘いますのでね、よろしくお願いいたします。では、次行きましょう。最後に紹介させていただくのはね、飛び盛り実況者のマホさんです。飛び盛りね、一回だけ通信させていただいたんですけど、声がものすごくイケボです。もう完全な癒し棒って感じだね。聞いてみてください。どうぞ。これもはや新しいゲームだよねってみんな言ってたけど、本当だね。できてる。こんなところに。これさ、鬼ごっことかやったらどうなんだろう。エリア増えるのかな。キャンプ場なしとかにすればいつも通りの。なんかいるし。なるほど。やばくない？男性でも惚れるだろうっていうぐらいにね、めちゃくちゃイケボです。マホさん、来年も通信コラボよろしくお願いいたします。かなり駆け足になってしまって申し訳ないのですが、本日紹介させていただいたのはくるみさんとブランチさん、メグさん、さやかさん、はやてさん、ゲームスタートさんで、はしごさん、ジャスミンさん、ベーカーさん、モホさんです。もっとね、紹介したい実況者さんがたくさんいらっしゃったんですけれどもね、動画の枠がものすごく長くなってしまうのでね、本日はこの10名の方を紹介させていただきました。どの方も本当におすすめのね、チャンネルなのでね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。明日の動画が今年最後の動画になります。この辺で終わっておきましょう。じゃあな。